トラちゃんは見た。私はツツジ、夫カツラと去年結婚して、今は義実家で義両親、義祖父母と一緒に住んでいる。さっぱりした。あのお母さん、何か。何でもないわよ。義母のあざみさんは今みたいに時々私がお風呂に入っているところを監視しているのです。同じようにトイレの前に立っていることもあるし、さらにはお父さんやおじいさん。ちょっとツツジさん、思い出したわ。あなた今朝入れたお茶ぬるかったわよ。気をつけなさい。つまり旦那さんや旦那さんのご両親の前でも突然私に向かって怒鳴ってくる。すみませんお母さん。まあまあ母さん、ツツジは母さんの猫舌を気遣ってくれたんだよ。ねえカツラくん、今日もお母さん脱衣所の前にいたんだよ。カツラくんからも何か言ってくれないかな。きっと偶然通りかかっただけだよ。あの人昔からそういうタイミングの人だから気にしないで。用もないのに偶然通りかかるわけないじゃない。夫のカツラは全くお母さんを注意してくれず、それどころかお母さんをかばっているようにさえ見える。お母さん、重い方持ちますよ。年寄り扱いするんじゃないよ。あんたの細っこい腕で持てるもんか。その年で好き嫌いなんて情けない。もっとレバニラ食べなさい。はい。苦手な味。はあ、ございました。結婚して同居してからずっとこんな調子だよ。どうしてそんなに私のことが嫌いなんだろう。あの家じゃ誰も味方してくれないし、子供ができても先行きが不安だな。ちょっとお姉さん。え、何ですか。いや、さっきコンビニで可愛い子いるなと思っちゃって。よかったらお茶しません。え、いや、いいです。え、いい？やったー。じゃ、早速行こっか。なんだよ、叫ぶなよ。ちょっとお茶するだけじゃん。いや、やめて。話してください。んだよ。ちょっとあんた、うちの娘に何すんじゃん。お母さんって、このあっち行け。なんだこのババア。くそ。羊さん大丈夫？怪我はない？はい、大丈夫です。お母さんこそ大丈夫なんですか。平気。いったお母さん。お母さんは痴漢に体当たりをしたことで肩を痛めてしまい、そのまま1日様子を見て入院することになりました。お母さん、助けてくださってありがとうございます。ごめんなさい、私のせいで。あなたが謝ることないわよ。喉が渇いたわ。羊さん、お茶くれる？あ、じゃあもらってきますね。それにしても、お母さん、私のこと嫌いなはずなのに、どうして助けてくれたんだろう。いい？絶対よ。絶対、おじいちゃんと羊さんを二人きりにしちゃダメだからね。大丈夫、わかってるよ。おじいちゃん？本当にわかってるの？わかってるって。その夜、ねえ、さっき病院で話してたこと、何なの？え、何が？私をおじいちゃんと二人きりにするなって、一体どういう意味なの？夫を問い詰めた結果、驚きの事実が明らかになったのです。実は、母さんは昔からじいちゃんたちにセクハラや嫁いびりをされてたんだよ。特にじいちゃんのセクハラがひどくて、風呂を覗いたり、トイレの音を聞き耳立てたり、何度か下着を盗まれたこともあるみたい。ばあちゃんも結構母さんに当たりがきついし。あざみさん、洗濯物の畳み方がいまいちだからやり直して。すみません、親父はそれを完全に無視してて、だから俺がいない間にじいちゃんがツツジの風呂やトイレに近づかないように見張ったり、じいちゃんがセクハラ発言するのを邪魔したり。ツツジさん、あなたって人は。その後ばあちゃんに嫌味を言われても母さんは耐えてたんだよ。そんな、ひどい。どうして言ってくれなかったの。本当にごめん。絶対にツツジには言うなって母さんに口止めされてて。私、てっきりお母さんには嫌われてるんだと思ってたのに。でも、どうしてそこまで私を。ああ、それは母さん、一度俺の妹になるはずだった子を死産してるんだよ。え、その子のお墓にお供えしていた花とお菓子がツツジが好きな花とお菓子でさ、それに死産してしまった日とツツジの誕生日が同じなんだよ。しかも
思い描いていた娘のイメージにツツジがぴったりだったみたいで、もしかしてあの人はあの子の生まれ変わり？いや、そんな考え失礼だわ。なんて考えてるうちに、どう接したらいいのかわからなくなって、つい冷たい態度をとってしまうんだって言ってた。じゃあもしかして重い荷物を持つって言ったら怒ったのも、好き嫌いしないで食べろって言ったのも、情けない、私のために善意で、うん、ごめん、俺ももっと言い方に気をつけてって言ってるんだけど、どうもあの人昔からツンデレ気質で、カツラくんがやけにお母さんをかばうから変だなと思った。ごめんな、辛い思いさせて。もう少しでも知恵の頭金もたまるから、ちょっと早めにここ出ようか。でもそうなるとお母さんここで一人きりになるんだよね。ああ、そうなるな。お母さん、カツラくんから今までのこと全部聞きました。今までずっと守ってくださってありがとうございます。何のことかしら。私の両親、荒れた人たちであまり仲が良くないんです。だからお母さんのこと本当のお母さんだと思ってもいいでしょうか。ごめんなさい、今まで本当にごめんなさいね。お母さん、お母さん、今度は私がお母さんを助けますから。こうして私たちはお父さんたちに反撃することを決意した。なんだと？離婚したい？いい年して何バカ言ってるんだ、恥ずかしくないのか。結婚してから私はお父さんのセクハラにもお母さんの嫁いびりにも耐えてきました。なのにあなたは一度だって助けてくれなかったじゃないですか。セクハラだと？俺はちょっと風呂覗いただけだろ。それにそんなタレ乳なんてもう興味ねえよ。そうよそうよ、大げさな。本当あなたは昔から世間知らずのバカ女よね。それに外に女がいることだって知ってるのよ。だからなんだ、お前みたいな般若面のバーバーなんか抱けるわけないだろう。そうだそうだ。その後ボイスレコーダーの記録や数々のモラハラとセクハラの証拠を集めて弁護士に提出。十分ですね、これなら勝てますよ。本当ですか？そして無事離婚が成立。精神的 DV が認められて、多額の慰謝料を3人からむしり取ることに成功したのです。お前みたいな女嫁にするんじゃなかった？ええ、その言葉そっくりそのままお返しします。もっと早く逃げるべきだったわね。あの人に言いくるめられて熟年離婚なんて恥だと思ってたから、あなたたちのおかげで救われたわ。本当にありがとう。いえいえ、でも本当にいいんですか？お母さんも私たちと一緒に住まなくて。大丈夫よ、仕事も見つかったし、私はまだまだ元気だから。こうしてお母さんは私たち息子夫婦の近くに小さなアパートを借りて一人で暮らし始めました。毎週末はほぼ必ず一緒の時間を過ごして、夜も時々3人でご飯を食べます。辻さん、あなた痩せすぎだからちゃんと栄養を取らないと。今日は私が作るから、あなたはおとなしく座ってなさい。ありがとうございます。ツンデレは相変わらずだけど、お母さんがあんなに苦労していて、そしてこんなに優しい人だと知れて本当に良かったです。ご視聴いただきありがとうございました。何も言われないで風呂やトイレの前で待たれるのは不気味な感じがしちゃいますよね。しかしそんな行動も全て自分を守ってくれていたのだと知ると罪悪感がすごそうです。いいお姑さん、いえ、いいお母さんで良かったですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。